ジャン・クリストフロマン・ロラン前回の続きからです 意見を述べている最中にまごつきおかしな様子をしはすまいかと心配しすっかり腹を立てて激しく叱りつけたしかし弟子たちにとってはその仕返しをするのはわけもないことだったそして必ず仕返しをしないではおかなかった一種妙な目つきで眺めて彼を困らした ごく簡単な問いをかけて彼を目の中まで真っ赤にならせたあるいはまたちょっとした用を何かの上に置き忘れたものを取ってくるというようなことを彼に頼んだそれは彼にとって最もつらいことだった不器用な挙動をヘマな足つきをこわばった腕を当惑して車ャチョばった体を 両者もなくうかがっている意地悪い目からじっと見られながら部屋の中を歩いて行かなければならなかったそういう稽古から続いて劇場の支援へ駆けつけなければならなかった昼食をする隙がないこともしばしばだったポケットにパンと豚肉とを入れておいてそれを幕あいに食べた 時には音楽長は彼に目をつけていて自分の代わりに時々管弦楽の下稽古の式をやらせて練習させたまた彼は自分の腕をも磨き続けてゆかなければならなかった午後にはまた他にピアノを教えに行くところがあった 演の時間までいっぱいだった晩には幾度も芝居が終わってから宮廷で彼の音楽を聴きたいという仰せがあったそこで彼は一、二時間演奏しなければならなかった大公爵夫人は音楽通だと自称していた彼女はいいのも悪いのもごっちゃにしてただやたらに音楽が好きだった 即興的な愚策と立派な傑作とを並べ合わしたおかしな番組をクリストフに弾かせたしかし彼女の一番の楽しみはクリストフに即座に作曲させることだったいつも嫌みたらしい感傷的なテーマを与えたクリストフは12時ごろ宮廷を出た疲れ果て 「手はほてり頭はのぼせ腹はすいていた汗まみれになっていた外には雪が降っていたり冷たい霧がかけていた家へ着くまでには町の半分以上も通らねばならなかった歯をガタガタ震わせながら眠くてたまらなくなりながら歩いていた」。 それにまた一着切りの夜会服をぬかるみで汚さないように注意しなければならなかった彼は自分の寝室に戻ってもその部屋はいつも弟どもと一緒だったそして行き詰まるような匂いのするその屋根裏の部屋でようやく苦難の首かせを外すことが許される瞬間ほど 彼は己の生活の嫌悪と絶望とに孤独の感情にひどく圧倒されることはかつてなかった服を脱ぐだけの元気もあるかないくらいだったただ幸いにも枕に頭をつけるが早いか重い眠りに圧倒されて自分の苦労を忘れるのだった けれども夏は黎明の頃から冬はもっと前から起き上がらなければならなかった彼は自分のために勉強したかった5時から8時までの間が唯一の自由な時間だったそれでもなお御用の仕事にその一部を費やさねばならなかった宮廷音楽院の肩書きと 大公爵の愛ことは宮廷の祝祭のための音楽を彼に作らせるのだったかくて彼は生活の源泉まで毒されてしまった無双することさえも自由ではなかったしかし普通の霊に漏れず束縛はその無双を一層強烈にした 何者も行動を妨げるものがないときには魂はそれだけ活動の理由を失うものであるクリストフは厄介事と平凡な職務との牢獄のうちに次第に狭く圧縮されればされるほどますます彼の反抗的な心は己の独立を感じるのであった何ら拘束のない生活をしていたら 彼はおそらくその時よりの成り行きに身を任せたであろう。日に一、二時間しか自由を得なかったので彼の力はあたかも岩の間の球端のようにそれへ飛びかかっていった。厳密な範囲内に努力を集中することは芸術にとってはいい規律である。この意味において、 悲惨はただに思想の主人たるばかりではなく形式の主人であるとも言うことができる悲惨は肉体へと同じく精神へも節制を教える時間が制限され言葉が限定される時には人は余分のことを少しも言わず物の精髄しか考えない習慣になる 深くて生きるための時間が少ないだけに倍化した生き方をするそういうことがクリストフの上に起こった彼は束縛のもとにあって自由の価値を十分に知ったそして無益な行いや言葉によって少しも貴重な時間を浪費しなかった真面目ではあるが しかし無選択な思想の赴くがままにごたごたと上達に書き散らす癖のある彼の将来の傾向はなるべくわずかな時間になるべく多く仕上げるのを余儀なくされることにその強生物を見出した何者も教師の教えも傑作の模範もそれほど多くの影響を 彼のの的精神的発達に及ぼしたものは,なかった彼はようやく性格の形作られる年頃に音楽は各音が一つの意味を有する正確な言語であると考える習慣を得たそしてただ語るだけで何の意味をも言わない音楽家を忌み嫌った。 けれども彼が書く音楽はまだ彼自身を完全に表現するにはなかなか至らなかった。なぜなら彼はまだ到底事故を完全に見出してはいなかったから。教育が第二の天性として子供に押し付ける覚えた渦高い感情を通して彼は自己を探し求めていた。 あたかも雷電の一撃が覆いかぶさっている運も払って空を清めるがように個性をその借り物の衣から脱却さしむるあの青春の熱情を彼はまだ感じたことがなかったので真の事故というものについてはただいくらかの直覚を有するに過ぎなかった。このぐらい しかも力強い予感が事故と関係のない旧物に彼のうちで入り混じっていた彼はそれらの旧物から脱し得なかったそしてそれらの虚偽に苛立った自分の書いているものが考えることによりいかに劣ってるかを見て裕くに苦しんだ彼は にがにがしく己を疑ってみたしかしその愚かしい失敗で諦めることはできなかったもっとよくやり偉大なものを書こうと奮激したそしてやはり失敗したちょっと環境が起こった後に書いてる間に書いたものが全く無価値なのに気づいた 彼はそれを引き裂き焼き捨てたそしてさらに恥ずかしいことには式典用の自分の公の曲が廃滅できずにそのまま残っているのを見なければならなかったそれは最も凡庸なものばかりで大公爵の誕生日のために作った「大高」というコンセルト「大公爵霊場」 アデライドの結婚の折に書いた「パラスの婚礼」というカンタータ多くの費用をかけ豪華版として刊行され彼の愚鈍さを長く後世に伝えるものだった彼は後世を信じていたのである彼はその恥辱に泣きたいほどだった熱烈なる年月 何らの猶予もなく何らの怠慢もない何者もその熱狂的な弁礼を遮らない遊戯もなく友もないどうして友と遊んでなどいられよう午後他の子供らが遊んでいる時にも少年クリストフは額にしわを寄せて注意を凝らしながら誇り深い薄暗い劇場の広間に 総学席の譜面台に向かって座っている晩他の子供らが寝ている時にも彼は椅子にがっくりと座り疲労に感覚を失いながらなおそこに起きている彼は弟どもとも何らの親しみも持たなかったエルンストは十二歳になっていた 太刀の悪い厚かましい無雷感な少年で同じような不良の戸と終日遊び暮らしていたそしてその仲間の嘆かわしい様子にばかりでなく恥ずべき集癖にも染まっていた正直なクリストフはある日思いも呼ばない恥ずかしいことを彼がやっているのを見かけて剣悪の眉を潜めた もう一人の弟ロドルフはテオドル叔父の気に入りで商業をやることになっていた彼は行いもよく静かだったが陰険であったクリストフよりずっと優れていると信じていたクリストフが稼いだパンを食べるのは当然だと考えていながら家におけるクリストフの権力を認めなかった。 彼に対するテオドルとメルキオルとの反感に味方して二人が言うおかしな悪口を繰り返し言っていた二人の弟はどちらも音楽を好まなかったロドルフは模倣心から叔父のように音楽を軽蔑する風をしていた家長の役目を真面目にやっているクリストフからいつも監視され 訓戒されるのに困って2人の弟は犯行を試みることがあったしかしクリストフはたくましい原稿を持っていたし自分の権利を自覚していた弟どもを服従させてしまったそれでも彼らはやはり彼に勝手なことをしてやめなかった彼の信じやすい性質につけ込んで 罠を張ると彼はきっっとそれにかかった彼らは金を巻き上げたり厚かましい嘘をつきそして陰では彼をあざけった。人のいいクリストフはいつも陥れられてばかりいた。